今回の雑学はこちら。疲れすぎてる時に眠くならないのはなぜかと。普通疲れてるとすぐ眠くなります。ところが疲れすぎてる状態だと眠れない。その理由として、無理に体を動かした場合はですね、体温が上がってそれがその状態のままなので眠れない場合もあるし、普段使わない筋肉を使って筋肉痛が起きて体のあちこちが痛い状態になって、それが原因で眠くなる、眠れなくなる場合もあると。つまりですね、強い覚醒作用が原因で眠れない。例を挙げると、子供の頃翌日に遠足や運動会などの前夜など興奮して寝つけないことがあったと思います。それが大人でもあると。脳の興奮を高めてしまうと眠れなくなるということです。